今日は減量中でも食べれる美味しい食事、外食も含め自分で作ったのも含め、これはうまいよなっていう食事を発表していきたいと思います。よいしょ。うわー入れといて、うわーってザワ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 、なんで書いてとりあえずトップ3かね。はい、うん、行きましょうか。私はですね、掘りにしをかけたじゃがいもでございます。おお、だいぶ素朴なのこれ3位。そう、これ3位大事なのは電子レンジでしっかり調理するっていうこと。結局さ、その焼いたりとかさ、油を使わんといけんかったりとかするわけやんか。でも電子レンジを使えば水分、あ、これが本当に大事なの、水分をある程度飛ばすってことなんよ、うん、そうするとほぼフライドポテト、うん、もうカリッカリになるから。うん、だからざっくり言うと600ワットで20分やった後に1000ワットで3分っていう、うん、この電磁波を浴びせると、あ、ごめんなさい、大事なこと忘れてました。 500g のじゃがいもに対してですね、うん、業務スーパーですもんね。業務スーパーの袋で売ってるやつ、ね、そう、 500g のじゃがいもに対してその量の電磁波を浴びせるとすっごい美味しくなる。で、掘りに塩をかけて、まあ、掘り、マキシマムでもいいかな、マキシム、マキシマム、うん、なんかあるじゃん、あれをかけてやると、もう本当にそのイタリアンバルとかスペインバルで出てくるなんかごつめのフライドポテト。しかもやっぱりじゃがいものいいところってさ、傘に対しての栄養価が低いというかさ、うん、やっぱり普通のご飯食べたりするよりは満腹感はあるわけよね。そういうメリットはあるから、うん、やっぱ減量の、まあ、初期に食おうとは思わんけど、うん、後期になってくるとさ、やっぱりどうしても空腹感あるわけやんか、うん、それをこう収めるのにかなり素朴やけどね、うんうん、オフで食うかって言ったらちょっと怪しいね、うんうん、だけど減量中やったらマジでいい、うん。私の3位は、うん、最近よく飲んでるバナナシェイクでございますね。あ、うん、だからもん、ね、そう、果物系のアイスとかも全然食べれるし、みたらし団子とか和菓子とか食べる時もあるんですけど、うん、量に対してのカロリーの少なさと、結局そこね、やっぱり、うんうん、あれだけクリーミーなのにもかかわらず、うん、脂質がほとんどないに等しいっていうのは、うん、まあ、減量食的に見てもかなり優秀なのではないか、うん、っていうところでございますね。僕のメニューはトレーニング後に飲むとして、うん、グルタミン 10g、 クレアチン 5g、 プロテインを 60g、 氷を3つとバナナを 200g 入れるっていう感じで、うん、でこれにまあ味付けたければラカントだとか、あのココアパウダーをぶち込むっていうような感じになるんですけど、うん、まあ普通にうまいんですよ、うんうん、普通にバニラシェイクかチョコシェイクかみたいな感じですよね、うん、本当に味が炭水化物とタンパク質だけっていう感じを感じさせてくれないバナナの、うん、バナナってポテンシャル高いと思うんだよ、うん、本当なんであんなにねっとりしたのかね、うん、そういう意味で言うと、ただの冷凍バナナも減量食の中ではかなりこう僕は上位に来るぐらいうまいものだと思ってる、うん、冷凍してなくてもうまいよ、うん、うん、でも冷凍することによって果物感がおやつ感に変わる感じというか。あ、ほんと俺そのままの方が好きかも。あ、ほんと、うん、バナナをそのまま食べる分にはもちろん好きだし美味しいんだけど、うん、果物を食ってるなっていう感じがして、うん、で僕にとって果物っていうのはなんかこうおやつじゃない、おやつではない、うん、バナナはおやつに入りませんっていう感じなわけですドヤ顔でいちごを加工したいちごジャムだとかは、うん、そのもうしっかりなんか僕の中ではデザートとか別の分類になるけど、うん、果物を果物として食べてる感じがちょっと少なくなると、うん、一気にこうスイーツとかデザートの感覚が強くなると思うんですよ、うん、そういう意味で言うとプロテインのフレーバーで味も変えられる上に、うん、脂質が入ってない炭水化物でもうカリウムが入ってたりとか、うん、食物繊維が入ってたり GI 値もそんなに高くないですよみたいな感じのやつで、うん、あれだけのねポテンシャルを発揮してくれるというか、あ、素晴らしいと思います。あれやってるのは最近ですか？最近そのあざみさんのやつ見て発見したというか。そう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 、うん、うまい、すごいですね、じゃあ、あざみさんって。あれはね、幸せでございます。まあ、あざみさんはフラペチーノって言ってたけど、僕はマックシェイクだなっていう感じかないいよ、どっちフラペチーノはもうちょっとな生クリームのっけなあかんもんね、フラペチーノはね、うん、マックシェイクですはい、はい、レモンチャンネル。もう2位はあれだな、甘味だな、うん、最近よく食う、なんて言ったらいいんかな、ヨーグルト、オートミール、レーズン、プロテインみたいな。ゲロみたいなやつですか？うん、まあ言ってしまえばそうやなあんなもん見た目は良くないやろで、俺オートミールそんなに好きじゃなかったんだけどさ、もともとヨーグルトに一晩つけたら、まあ一晩、まあある程度の時間つけたらオートミールがこう、いい感じにふやけてそんなに不快じゃないことが分かったよね、うん、で、なんかある程度食感はあるみたいな、うん、だから食べた感はあるっていう感じで、あの、オートミールってちょっと臭いじゃん。そうなのかな？あ、なんかもう最近覚えてないんだよな。ほんと、そうか、食べるもんね。あ、うん、あとクエカのオートミールはちょっと苦手だけど、うん、有機系のちょっと
っと高いやつにすると、うんうん、僕だいぶ味が増しだったから結局そっちばっかり食ってた時期がありましたね、うん、まあドンキで買ったクエ、まあクエカよりは高いかな。最初からちょっと粉砕されて、あの半分ぐらいにこう、うん、なんか割られとるようなやつ、うん、あれを一晩ヨーグルトにつけて、オートミールとレーズンを一晩ヨーグルトにつける、うん、じゃあレーズンも、レーズンってさ食べるとさ歯にくっつくじゃないですか、うん、てかまああいつもだって干しぶどうですからね。そうそう、それをヨーグルトの水分でちょっと戻してあげると、うん、いい感じの食感になるわけ。そう、それにちょっとシナモンかけて、うん、まあ基本は俺はチョコのプロテインをかけるんだけど、チョコのプロテインかけて蜂蜜をちょろっとかける、うん、それをぐちゃぐちゃっとして食べる、うん、これがね素朴やけどうまいんよね、うん、まあなんか女子好きそうっすね、うん、なんかね昔はこういうの本当に興味なかったんよ俺、はい、マジでねこれケトしてからなのかなんなんか分からんけど、ケトってさ甘いもん取れんじゃん基本的に、うん、ないじゃん、うん、で多分1ヶ月それしたせいでちょっとなんかこう甘みに対するこうなんていうの欲求みたいなのが高まったんか知らんけど、うん、終わってからこれちょっと食べてもうあまりにうまくて、うん、週に4回ぐらい食べてる。ああ結構食べてるな、うん、レーズンがあれっすよね。レーズンがいいんよ。オーバーナイトオーツにレーズン入れるみたいな感じなんですか、イメージ。オーバーナイト、いや、オーバーナイトオーツ分かるよ、分かるけど、あれ、オーバーナイトオーツって何なの。カメちゃんが言った、うん、一晩置いとく、ヨーグルトとか牛乳とかに入れて、うん、一晩置いとく用のやつをオートミールっていう。オーバーナイトオーツ。じゃあオーバーナイトオーツしてんだ、俺。かっこいいっすね。ね、俺、オーバーナイトオーツイーターだ。オーバーナイトイートオーツ、アサイボーガー。いろいろ話変わってきた。意識高いものをちょっとやってるやつです、ね。で今本当に意識高いやつを、まあ夜食うようやけどね、帰ってから、その寝る前の食事がそれって感じ。それでタンパク質取れるし、さっきこんがりが言ったカリウムとかもね、レースが多いから取れるし、まあ気にしないけどそこはね、今は。だけど適度に栄養取れて、炭水化物、タンパク質取れて、脂質もそんなにない。ヨーグルトに含まれとるちょっとって感じ。私の第2位は、牛肉にホリニシかけたやつです。やっぱホリニシさ堀西マジ万能ですね、はい、そうだから僕の減量ルーティンを見てくれると分かると思うんですが、うん、朝キムチ納豆牛肉米食ってるんですけど、うん、あれまあ牛肉の味付けが、まあ、オリーブオイル 5g に、うん、堀西を適量って感じなんですよね、うん、まあ堀西がマジでうまい。堀西をかけたら大体おいしい。大体おいしいね。あれバニラアイスとかにかけてもおいしいんじゃないかな。一瞬だけちょっと入ってきたけどなわけない。あでもねデザートにペッパーかけるはあるもんね。そうそうそうそ う, そう、うん、バニラアイスに鰹節足すと、うん、その旨味が足されるから美味しいみたいなのじゃないですか。後ろ初めて知った。魚くせえだろそれは。いや意外と美味しいらしいですよ。ほんと、うん、みたいな感じで堀西がやっぱで、ね、強いんですよ、うん、で夜寝る時もあのスクランブルエッグに堀西だけかけてくるんですけど、うん、まあ結構ねこれ普通に食ってる時幸せなんですよね、うん、だからもうその毎朝食ってるし、これに関しては僕は減量中とか減量中外でも結局食うだろうなっていうぐらいうまい、うん、まあ、そもそも牛肉のポテンシャルが高い、うんうん、牛肩ロースの脂質全然ない。なんかスーパーに売ってる454ポンドじゃあちょっと待って凄まじい1ポンドね1ポンド454グラムのステーキを牛じゃんもうそれ。それを3分の1ずつ 150g 毎朝食ってるんですけど、うん、わマジでうまい。てか堀西みんな試してみてほしい、うんうん、意外と知らない人は知らないですよね。どんな味なんすか。ニンニクとかも入ってる。いろいろ入っとる。何だろう、ニンニクは多分チップみたいな入っとると思う。あ入ってるんか。いや味する気がするよ。僕堀西の原材料見たことない。堀西は堀西として認識してるから、うん、あの調合は素晴らしいよ。めっちゃうまいし塩コショウみたいなイメージなんすから。まあそのうん、スパイスパイス、その塩コショウも入ってると思うよ、もちろん、うんうん、複雑な味なんすか。複雑な、うん、まあ、なんかまあハーブとか多分コカインとかもちょっと入ってる。入ってるわけないやろ。あれだって中毒性高いっすね。まずいだろそれ。うるさいやろ。私の1位はもう堂々のお寿司ですね、うん、はい、もうその、まあお寿司、まあ海鮮丼とかも含むっていう感じ。まあ、まあこれは、まあ俺は本当に昔から親とかに何食べたい？言われたらもう寿司っていうぐらい寿司が好きやから、減量中でも食える贅沢というか外食とか美味しいもんって言ったらもう寿司一択っていう感じだよね。もう今までのそのジャガイモだったりヨーグルトみたいなお遊びなんですよ、うん、カスやって。そう寿司に比べたらカスや寿司なんですよ。だってあんなのさ、魚と酢飯ダメなところが一つもない。もちろん寿司エビ天寿司とかちょっと食べた、ね、それはダメなの。それは寿司ロー行ったらね、炙りマヨとかあるけどそれはダメなの。カリフォルニアロールは俺も食べたい。でもダメ。マヨネーズ使ってるから。そうでもそういうのをさ、そういうのだけ我慢すればさ、普通にだってマグロでもうまいしさ、サーモンもうまいし、なサバもうまいし、アジもうまいし、でも全部うまいじゃん。何皿ぐらい食うんですか全然燃料中は。だからそれがさ、20皿ぐらい食いたいけど、はいはいはい、なんかこの間抑えて十何皿って言ったら、いや
抑えてなくないみたいなこと言われて、その差かとはなったんだけど、まあだからでも抑えようって思うときは7皿とかぐらいな、あ、うん、めちゃくちゃ抑えるよ。そう、何頼むんですか、その7皿じゃ。7皿やったらまず1個はこう中トロを入れるね。まあ、中トロを入れることで満足感プラスして1貫分減るわけよ。だいたい回転寿司なんて2貫であれだから、でも1貫で済むと、でも満足感は高い。そう、だからカロリー収支的にはマイナスの方で、サーモンだろ、アジがあればアジかな。で、あとは何入れるかな、ビントロとかも好きやね。うん、あと何かな、卵好きなんだけど、卵はね、どう調理しとんかなって思うけど、まあ少々このぐらい油取ってもいいだろうって、卵あと何かな、でも天とかマヨとか食わんから。うなぎは、あ、うなぎは食う。浜寿司やったらうなぎ食う。うなぎうまいよね。浜寿司のうなぎはマジでうまいの、うん、あれクオリティ高い。あれすごいよね、あの値段であの味出してくれるっていいよね。マジうまい。僕サラサラ食べたのも毎回。わかるわかる。で、浜寿司はさ、なんせその甘だれがうまいじゃん。もう甘だれチューチューしたいぐらいうまいよね九州のね、うん、やついいよね。あれ九州な、うん、九州の、あ、違う、浜寿司のその、あ、あれ、そっち、そう、そっちの、え、こけてもいい。僕、九州醤油の甘だれをかけてた。あ、違う違う違う、いや、あれはあれはうまいんですって。穴子用の、いや、あれがあるんだから、まあ、わかるよ、わかるけど、九州醤油もうまいよ、刺身醤油。ちょっと残ったのペロってするんだから、それが大事やん、やっぱり。いや、甘だれじゃないやつも美味しいよ。九州醤油も試してほしい。いや、わかるわかる。いや、わかるけど、うなぎはやっぱ甘だれ濃くないと思う。いや、うまいよ、うまいよ。うん、試してみてほしい、まあ、僕毎回九州醤油かけてる。じゃあこれのせいで14皿ぐらいになる可能性はあるよね俺は本当は7皿で抑えようとしとるのに実験 しなきゃいけないから。いや、別に1貫ずつやるやん。いやいや、難しい。それちょっとなかなか本当の検証ができない。何、割り勘のできない女で、あとはそのだからサーモン2皿ぐらい食うとかね、うん、そういうのでまあ7、8皿って感じで頑張って抑える時もあるけど、まあまあ10皿とか。なんか原料食のイメージだとマグロの中身とか、うん、タコとかイカとかってイメージだったんですけど、結構全部油っぽいもん。なんかそこまでその油は気にせんかなっていう。フィッシュオイル素晴らしい、体にイエーイっていう感じで、うん、てかそんなに量取るわけじゃないけど、はいはいはい、うん、別にで満足感は高いみたいなね。私の1位はですね、はい、ルーティン動画を見ていただいたり僕のインスタのストーリーを見てると分かると思います、はい、焼肉です。焼肉といってももう焼肉というか焼いてない肉が美味しいんですよね。原料食、まあだからそのね、いわゆる焼肉というと、うん、皆さん例えば上タン塩だったりとか、うん、特上カルビだとか、うん、そういうのを想像されると思うんですが、うん、私の胃は、牛肉の脂にとても弱いんです、うん、減量中増量中関係なくカルビは一切食べません。なんでかっていうと1枚でギブですから、うん、はい、ほんとそのぐらい食べれないんですが、普段行ってる時に、まあ、僕がよく頼むのがハツとレバーと、うん、タンカルビとクリミっていう部位をよく食べるんですよね。で、もうハツとかはもうもちろん心臓です。油、あ、ほぼない、ほぼないというか、ゼロに等しいぐらいかな、うん。時々場所によっては脂肪付きでこう切り落としてくれるところもあるみたいなんですけど、うん、僕が普段食べてるところは脂質が全部ない状態。うん、カレー汁を食べて、つけて、うん、焼かずにも食えるっていう、うん、もうそこも作ってんなっていう感じが本当に幸せで、うん、生きてんなって感じがする。うん、魚もめっちゃ好きなんだけど、うん、寿司はね、俺やっぱ食う頻度が多分割と低い。うん。うんうん、そんなに、まあ。肉早いもんね。俺は魚早いけど。そう、焼肉はまあ週1回とか週2回のペースで行くのに対して、うん、寿司に関してはまあ月1か月2かなっていう感じなんで、うん、まあレバーなんてもう言わずもがなですよ。全然減量中普通にレバー焼いて食べる人もいると思うし、うん、ごま油と塩で食べると幸せなんですよね、うん、ごま油はまあいいでしょう、うん、で怪しいのがごま油はまあいいでしょう。まあいいでしょう、まあいいでしょう、で、タンカルビっていうね、うん、部位があるわけですけど、うん、それがそのあれ油多いやろ。いや、上タンとかと違ってタンカルビの部分は普通に焼いて食べるともうちょっとパサッとしちゃうような部分だと思うんですよね、うんうん、安い焼肉屋さんの成形されてまん丸になってるタンじゃないですか、うんうんうん、それってああいう部位がよく使われると思うんですけど、それを逆に細かく切って味付けをしてもう生で食べれる状態になってるやつがあれ気づいてますけど、あれごま油で味付けしてますよね。知ってます、知ってます、はい、いいんですごま油だからいいんですあそこ怪しいんだよな、ごま油ですよね。ごま油ですね、はい、多分初もごま油入ってですよね、ごま油はいいんです参考ならんやんけごま油はいいんです
そしたら朝とか昼に食ってる脂質の量を減らしておけばいいんです。はい、結局そうなのよね。で、まあクリミーっていうのがね、まあ赤身のお肉になるんですけども、まあこれがね、ほんともうめちゃめちゃバシャシャってこう焼いたか焼いてないかわからんくらいの状態でパッて入れてこうユッケで使うっていうユッケで使うお肉ですね、うん、まあ本当にめちゃめちゃレアでいいの、うん、シャシャッとこうくぐらせるくらいの感じでやって食べるわけですが、まあ幸せですね、うん、幸せです、本当に幸せです。明後日また行きます。幸せやったら OK なんかいいっていうね、うん、でも幸せなら OK です。いや違うのよいやでもさ、それを言ったらさ、うん、だってあなたが食べてるうなぎにだって多少は脂質含まれてるわけじゃん、うん、うん、別にそのうなぎの脂質は確かにいいかもしれないけど、別にごま油の脂質も別にそんなにダメなものなのかって言われたらダメじゃなくない？トランス脂肪酸とかじゃないよ、うん、そうやね、怖い怖い、うん、怒ってないよ別に。なんでこっちは一方的に怒られてるごま油がいいのかって言われたから良くないっていう。いいです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 ね、皆さんトータルの収支合わせてください。どっちが絞れたことあるかっていう話ですよ。それ見出しゃ気ないやろ。焼肉ってチートデイにこう入れることは多いと思うんですけど、そういう風にこう食べる部位だとかを変えることでよりこうクリーンなチートデイにできるというか、うん、それはカルビをいっぱい食べるとか、もうホルモン大量に食うとかに比べれば、ある程度僕が今食べてるものっていうのはまともだと思うんですよね。そういう意味で言うと、減量の延長線上でちょっと取り入れたとしてもカロリー収支的にオーバーしすぎないっていうのはあると思います、うん、結局最終的にはそこに帰結すると思うんで、カロリー収支をコントロールしてトータルで見た時に右肩下がりになるようにする。焼肉はいける。でも個人差はあります、うん、これもバーンって出しちゃって個人差はありますって出しちゃってまあだってそもそも寿司7皿もね、女性からしたら全然それでも多いわいっていう話もあるじゃないですか、っていうことです。でも20皿食う人からしたら7皿ってね、半分以下やけどね、うん、よく頑張ったねっていうか。でも7皿じゃ済まないですもんね、結局。いや、日によるよ今日は我慢しようっていう時は7皿で終わらすし、僕全然我慢しようと思ってなくて10皿ぐらい、うん、そうよね、だってこんぐらいでいくと、うん、あれ少ないなこいつこのぐらいで俺もとどめとくかってなるの。危ない、俺一人だともうちょっと食っとったわ意外とね、寿司はね、いやめっちゃ好きなんだけど、うん、あんまり食べれないかな、うん、焼肉屋さんも最近ちょっと食欲増えちゃったけど、まあご飯一杯食べれば満足の機会とかも多いんで、うんうん、人と一緒に行ってるとちょっとね2杯とかなったり、まあバグってる時は4杯くらい食ったりしますけど、うん、でも1杯で我慢できるから。なんて今4杯って言った普通にちょっとスルーしてしまったけどおい待て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 、CBN クッキーによって完全にバグっていった時とかは、あ、ね、あの4杯食べたことがありますね。まあそれはチートデイだもんね、うん、減量中に食べる食事っていうよりは、こんぐらいは週1プチチートやもんね。そうですね、うん、そのまたちょっと違うもんね、ちゃんとプチで抑えられるもんね。俺はプチで抑えられるのが分かっとるからもうやらないっていう、うん、感じではあるけど。It's a ganglion magic。 番外編で言うと、サムウェイとか丸亀製麺すきあたりっていうのが食べれるものが結構多いから、いい選択肢ではありますよね、うん、丸亀製麺いいっすよ。めんたま、かまたま、めっちゃ好き。なんで、俺いつも思うんだけど、コンクリってめんたかまたまっていうよね。めんたいかまたまじゃないの、これ。いつも思うんだけど俺そうなんだ、うん、まあいいんじゃない。いや別にいいよ、うん、なんかまあ可愛いなと思って聞いとるけど違くねっていつも思うけど。そう、めんたかまたま温玉プラスする？温玉にする、うん、変更する。 あ、なるほど。そっからトッピングプラスはせん、しない。あー俺結構しがち、はい、うん、俺結構特食うこと多いから、あれ特にしたら2つになるよ、うん、あ、え、そうなの、うん、へえ。じゃあ特食おうかな。あ、そうだから釜玉とかそういうのに限らず、うん、並盛りと大盛りの違いは麺が 1.5 倍になってるだけで、特、うん、になると普通に特なんですよ、うん、あ、具も特、具も含める。だからかきぶっかけの時とかも、うん、大だと、うん、あの並と同じで6個だけど、特、うん、にした途端9個になるんですよ。へえ。基本的に大頼むんだったら特頼んだ方がいいっていう、うん、そのカロリーは増えるんですけど、あ、まあそうですよね、はい、っていうのがありますね。具が増えます、うん、温玉が。だって追加料金はその、うん、波から大、大から特で変わってないんですよ、うん、ってことはここで増やしてるよりもここで増やした方が得にはなってるんですよ、うん、だからやっぱ特だけにね、うん、特別の特じゃなくて、うん、お得の特じゃないですか、ね、あっちは、うん、そういうことだと思います。あとまあサブウェイもね、うん、うまいっすよね、うん、僕普通にマスカルポーネと生ハムのバジルとかで食べてるから割と脂質入ってるんですけど、うん、でもそれでも20絶対超えないはずなんで、うん、フラットブレッドがなくなったのが辛いね。どんなやつ？え、ペタンコのなんかペタンコのやつがあったんですよ。なんかケサディーヤ分厚くしましたみたいなやつ、あれが廃盤になっちゃって、うん、最近ハニーオーツばっかりか。で、スキヤ行ったらあのフリスビー丼っすね、うん、フリスビー丼うまいよね。
中尾もね、なんかこの間行ったらフリスビーある？いやフリスビーはないけど、なんかイカ明太オクラ丼みたいなのあって、うまそうやなと思ってそれ食べたよ。そられんな。あ、ほんとうまかったよ。それに納豆トッピングしてぐちゃぐちゃってして食ったけど、はいはいはい。 あと鶏そぼろ丼はね、みんな好きはよく食べると思います、うん、美味しいよね。マグロたたき丼のことをフリスビー丼って言うんですね。あれもうフリスビーが乗ったみたいな、はいはいはい、このまるっていう。あれ衛生上の問題でああやって提供してるらしいね。へ、変に触れたりしない方が衛生的だよね。へ、そのままドーンってドーン、あれがいいんですよ。あれをこう最初箸でこう線を引いて、醤油とかの染み込みがいいようにしてから、このわさび醤油を出てガーってかけて食べる。フリスビーの楽しい楽しみ方ですらしいです。フリスビー一回ちょっと廃盤になったからね、業界がざわつきましたよ、ね、本当に、うん、フリスビーがなくなるって。脂質どんくらい？銃とか。ああ、そんなもん。まあでもあの銃は多分植物油脂とかの銃だから、ね、添加されてるやつよね。あんまりいいものではないと思う。ガチのネギトロってほんまに骨についたやつスプーンでこそぎ落とすじゃないですか、うんね、うん、じゃなくてああいうタイプはあの多分植物油脂をこう混ぜる感じにはなるから、うん、まあ体にいい悪いだけで言うと悪いかもしれんけど、うん、まあ BFC で見れば食えるからたまにはいいんじゃない、うんうん。減量やめてしまえば好きなもんいっぱい食べるから減量はやらない方がいいっていう結論ですね。ああ、まあそうですね。それもあるかもしれないです。まあ緩く減量してもいいしね、別にね。うん、うん、食の幸せと体作っていく幸せの各々のバランスを見ていけたらなっていう感じですよね。はい、うん、この動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録の方よろしくお願いします。レモンチャンネルのこんがりとハムちゃんでした。次の動画でお会いしましょう。バイバイ。レモンクラシック大阪のエントリーが始まりました。この夏、新たなことに挑戦してみませんか？皆様のエントリーお待ちしております。